Are you? ま、Sorry, guys. はい、こんにちは、ブルーボスです。We're not rescue workers. こんなスタートの仕方初めてだから、ね、何が起こったかさっぱり分かんないっていう方がたくさんいらっしゃったかと思うんですけれども、はい、すみません、ちょっと早速ね、ちょっとゼロコーラを飲みながら今日はやっていこうかなと思います。で、まあ、前回ね、まあ、なんかちょっと空中で、おっぱいを求めに、バスの中、空中のバスの中でね、うん、なんか、抱きつきに行ったエロエージェント。なんか雨に滴る巨乳がプルン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 揺れるとかっていうのをお届けしてまいりましたが、まあ、無事ね教会に着いたということで、さあここから何をしていくかというとね、あの無数のおっぱいを求めに行くためにですね、まあ謎解きをしていかなきゃいけないということなんですね。ところでね、いまだにねちょっと、ね、回復の仕方が分かんないから、前回は続きというか、まあ一回切ってもう一回このパートからやり直しみたいな感じでやってるんですけど、ちょっと待って、あれどのボタンだったっけな、回復が分かんないからね、結局体力ゲージが1のまま今続けてる。あ、消えちゃってる。あれ当てる。あれどうだったっけな、どうやるんだったっけな。とりあえずスペース開けて、ちょっと、なんか それなりに進めていきながら、なんか適当なボタンを押しながらポチ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 やっていくんで、それがうまくいったら、うん、体力回復ゲージしていこうかなっていうところですね。いやー、なんだかんだレオン編はチャプター1、2くらいがなんか面白いかなって個人的に思うんですよね。やっぱ3は正直打足だったかなーっていう気はするし、チャプター3ね、うん、地下帝国っていうのは別にいらない、まあシモンズの謎を解くためには必要だったっていう感じかもしれないですけど、ちょっとね本当にねパーツね、ボタン違うな、キック、ん、まあなんとかなるっしょ、なんとかなるわ。あれちょっと待って、あ、開けてくんね。なんで蹴った。で、ここの部屋何もない。何もない。本当に何もないね。うぃ。あ、なるほどなるほど。数字の位置を押せばよかったんだね。オッケーオッケー。よし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 。回復手段もオッケーと。うん。そんな窓の外を覗いてるのにいいけどさ、なんか急にゾンビがウェーとか出てきたら、もう、あいつ真っ先に食われてる。He's in the PSAA. You watch. He'll be here with the whole army any minute now.マルコが誰っていう人はね、ぜひクリス編を見てください。まあ、結局ね、前も話したかもしれないけど、実はチャプター1の5パートに関しては、あ、実際ちょっと RE4 をやる前に撮っちゃったんだよね。で、このパート、あのチャプター2からは、RE4 終わってから、あ、実況を撮っている。This isn't just part of the decor. まあ、You're right.、ね、There's more here than meets the eye. RE4 で、まあ、ちょっとエンブレムを全部ね、本格的に探しに行こうということで、クリス編とジェイク編とエダ編も今後やっていこうという感じなんで、まあ、ぜひね、そっちのパートも楽しみにしていていただきたいと思います。まあ、それが終わったら、またちょっとバイオの別の作品やっていこうかなというところですね。うん、まあ、なんかバイオのね、デスアイランドっていうのも、なんか2月くらいに発表があったのかな、なんかバレンタインの直前くらいになんかデスアイランドっていうね、久々に何年ぶりっていうくらいな感じで、ジルが登場するということで、まあ、無事にリハビリを終えてね、なんか、なんだっけな、バイオ5が終わった後に、なんかリハビリと検査の毎日でうんざりなのみたいな手紙を、なんかリベレーションズ2でバリー宛てに送ってるみたいなね。で、まあ、復帰祝いは、盛大にお願いね、バリーっていう、ちょっと、なんかこう、ね、それっぽい、ちょっと恐怖心を煽る、まあ、恐怖心でもないけどな、なんかそんな感じのね、やつあげたりとかするけど。ほんで、まあ、これ一応見とく。まあ、見なくても何が起こるか。聖女、道を開くか。聖女っていう言葉に多分ね、レオンちゃん今反応してるんだと思うわ。え、聖女今、祝女になって口づけを。あれさてさて、うん。にしてもやっぱこのチャプター暗いね。一応画質はまあ今僕自身がプレイしてる画面はすごく暗いんですけど、まあ、皆さんがプレイする極力明るくして見ていただけるように工夫は頑張ってちょっとしたいなというふうに思ってるんで、ね、もしそれでも暗いよっていう方がいらっしゃれば、ちょっと次回パート以降でなんとか画質をもっと明るく、何せね、ここからねチャプター3も含めてねずっと暗いシーンが続くというか、レオン編に関してはね一生夜なんだよね。なんかクリス編とかさ、ジェイク編とかエイダ編とかって、エイダ編はなんか夜か昼か分かんないシーンも多いけど、まあ基本的にその昼が多いですよね。レオンとか、あ、レオンじゃない、クリスとかジェイクとかね。まあちょっとレオン編に関しては夜しかないんで。Now we're getting somewhere。まあ地下帝国にいるときは夜並みに暗いから、まあ、ちょっとそこら辺がね若干どうしても
調整を聞かせたくても難しいというところがあるんで、まあ、そこはご愛嬌ということで許していただけたらかわいいな。ね、さて、はい。さて、レオン編一番の難所なんだよね。これ、まあこれ、今、なんだったっけ、ノーマルかベテランかでやってるんで、その、大したことないです。これ、ノーホープでやるときに、There's a switch on these statues that shuts them off。ノーホープでやったときに、ここで多分ね、弟とやったときに10回くらいゲームオーバーになったもんね。辛すぎて、マジで。いやー、ねえ。This is gonna get a little bit dicey. しかもさ、これなんかちょっとコントローラーがさ、コントローラーじゃなくてもキーボード操作でやってるから余計にその小回りが聞きにくいっていうのもあったりするんですよね。まあちょっと言い訳なんで、そうならないようにちょっと頑張りたいなっていうところなんですけど、ちょっと操作をしながら、ちょっとここで、ここ終わったらの一息ついて、コーラが出てくる。コーラが出てくる。You think this is gonna stop me? Just keep moving! 体のことをさ、気遣うような生活をし始めてからさ、コーラもさ、本当にピザみたいなさ、こう、本当になんか、ね、年に1回か2回かのご褒美の時くらいしかね、食べなくなったっていうのがあって、あれじゃなくて、時にしか飲まない、ご褒美、うん、そうやね、ごちそう食べる時にしかね、ちょっと飲まなくなったっていうのがね、普段コカ・コーラゼロ飲んでくるんですけど、なんかコカ・コーラゼロ飲み始めてみると、最初はなんかやっぱ普通のコーラと違うなと思ってて、物足りないなーなんかって思ったけど、なんかだんだん飲み慣れてくると、普通のコーラよりもコカ・コーラゼロの方がなんか下に合うなっていう気もしてきたんですよね。やっぱ下の慣れってあるよね、味覚の慣れっていうかさ、苦手だなって思ってたものが意外と食べ続けてたら全然平気で普通にうまいなって思えるように。危ない、逃げろ、ダッシュ、スペース。おお、今アクション中だったからかな、ボタン押してる時だ。あっ、まだいいのか、結構ここ長えな。ラストだと信じて、こっち大丈夫、ラスト、フォーラスト、オッケー、Okay, let's go. Okay. また間違えちゃった。間違えたっす。よいしょ。で、シャキーン。ね、これ本当どういう仕組みになってんだろうね。あ、なんか、ここまでたどり着いた2人がいたってことだよ、これ。それはそれで素晴らしい。ね、あれでもそっか、ここに隠れてたってことだよね、ゾンビゾンちゃんたちがいるってことは、つまりそういうことだろう。まだまだアライナー、 OK、 よし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 。んでさらに、ああなんか、いや、絡まれてる絡まれてる絡まれて、あ、やっちゃって、やっちゃって、やんないんかい。おお、追いかけてきたぞ。おお、ストーカー第1号。あ、死んでた。あ、人生の身内じゃ、あ、身内どこにかなって。で、ここに、あ、もうすぐ、ぐるっと回る。あと、あ、だだだだだ、脱出禁止。オッケー。で、オーケー。さあ、無駄な謎解きは終了というところですね。さて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 、でここでもうすでに取っているライフルを、まあ、ゲットしつつってところですね。いや、むずい。僕ね、右利きの人ってペットボトル右手で開けるぽいんですけど、僕左じゃないと開けれなくて、今左手で操作してっからさ、左手で操作してたからコーラ開けるのが大変だったんで、コップじゃなくてペットボトル飲んでるから、冷えたグラスで飲むコーラとかっていうか、まあ炭酸ってうまいよね、ビールとかさ、ハイボールとかさ、サワー系とかさ、And thus the true path shall appear. Nothing like a good centuries-old riddle. 確実に今の季節にぴったしになってくるよね。もう5月にも入ってさ、うん、やっぱりこうだんだん冬から夏にかけて炭酸がうまい季節。冬だったら僕コーヒーがね、もうなんかコーヒーが好きなんだけど、なんか
That's all. ギムで飲んでる。Kind of feel bad shooting antiques. ほら、コーヒーカフェイン、はい、カフェインって脂肪燃焼効果があるから、あとまあ集中力を高めてくれるっていう能力があるので、とにかく仕事一生懸命やりたいなとか、筋トレ頑張りたいなっていう人がいたら、仕事中に仕事中とか勉強中とかにコーヒーを飲むと集中力が上がるし、まあそれから。筋トレを始める、まあ、30分前くらいかな、30分前くらいにコーヒーをね、あの200ミリリットルくらいを飲むっていうのがいいんだけど、まあ、ただそのコーヒーを飲んだ後ってどうしても利尿作用が働くから、この200ミリリットルのコーヒーを飲んだ後に必ずね、あの別のドリンクを用意してください。じゃないと、あの筋トレ中ってどうしても汗かくじゃないですか。汗かくじゃないですか。汗かいちゃうとその筋肉のその糖を作るための栄養を運ぶ水っていうのがなくなってっちゃうから、水全身駆け巡るのことにいろんな栄養素を運んでってくれるから、それがないように、あの少なかったと思う、そのなんか例えば筋肉系 YouTuber の人とかだったらさ、開かないよね、何のためにここ来ない、うん、とか、筋肉系 YouTuber の人とかが EA 飲みなさいとかね、あの言ったりとかしてるけど、まあ、少なくともやっぱおっぱいを見ながら谷間プルンプルンしてて揺れないね、揺れないというか動いてくんないからね、ということで仕方ない、無限おっぱい編やろうか。全身おっぱいだから、ね、ある種理想だよね。まあもうそれはいいんだけど、あの少なくとも水は飲みながらやらなきゃいけないんだけど、コーヒー飲むとどうしてもね、おしっこして水が抜けちゃうから、ただあの水水分補給は筋トレ中はね必ずしながらやってくださいね。覚えてみた。俺が You're asking me? また歌は悪いか。まあでもそんなもんでしょ。立てる？本当ガスだけなんだよね。早いよな。ヒールとかだったら打ち込んでさ、個体によって5分から大体8時間くらいは。ちょっと俺ごと撃つな。血しぶき上げとんが。よいしょ。んで、登ってって。登る前にやりたかったけど、知らなかったらちょっといかないかもしれないけど、できる限りこう、ちょっと生存者を残してクリアするっていうのをチャレンジしたかった。ちょっと、これは無理そう。あ、全部使っちゃった。残ってるゾンビたちも全部ゾンビ消えてなくなるもんね。誰が処理したんだろうね。誰が処理したの。さあどこにいるかな。めっちゃ青いガス。どうだ。青い赤いのが見えてる。赤いのが見えてる。かなりヒント。これそういう意味ではバイオシーン。もう野菜って。殴られたら、あ、やばい、ちょっと胸キュンしたい、胸キュン、胸キュン、あ、めっちゃ迫ってきてる、その胸キュンタイム。いいな、あなたが倒れたらいつも私胸キュンするから。シュー、で、からに、ピン、あ、だだ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 、ピン、時間差で死亡。で、あー、やっぱり、あ、ちょっと待って、そんな明日の巻きやめて、説得的。目の前のゾンビ虫める。目の前のゾンビちゃん虫ってからな。ほとんどゾンビになっちゃってるからね。あ、やべやべ、この距離、この距離はまずい、この距離はまずい。あ、やべやべ。おおおお。なんかシュレッと回復した。出て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 。あ、ちょ、なんか全然あさっての方向になる。燃え尽くした。
ムービーにも影響を与える怪物。ブエー。母乳じゃないよ。ガスだよ。Everyone. はい。ということで、まあなんとか、倒すことができたというところですね。あ、生き残りいた。あ、やった。パワー。合成合成。ささっと合成ができないので、未だにこうちょっと慎重になっちゃうっていうか。で、入れちゃいます。オッケー。イエス。なんか取りこぼしのアイテムとか特にないかな。大丈夫かな。もう この辺りでこのチャプター終わりにしようと思ってますんでね。ちょっとあの、拾い忘れのアイテム、あ、書いてた。ちょっと外す。拾い忘れのアイテムがないかなってチェックして、あ、ハーバーさん、よしよし、OK。上に登っての上の拾い忘れは特にないかな。大丈夫かな。ハーブ、ここに残ってなかった。じゃあこの辺りでセーブをして終わりにしようかなというふうに、セーブはできねえや。まあまあ自動セーブ機能があるのでそれを頼って終わりにしようかな。見えない。ここまで行くの無理じゃん。はい、よし。じゃあこの先進んでいきましょう。めっちゃ待ってた。そっけねえな。あなたもちょっとアイテム回収協力しなさい。All right. Ready? Yeah. Open sesame. Okay. よし。じゃあね、最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援をしていただけたら嬉しいです。また次回のパートでね、お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。